これからね、マユシーとクリスちゃんで唐揚げを作るわ。なんだと。よせ、そんな真似をすればこのラボはアビ教官の地獄へと落ちるぞ。激しく遠い。大げさすぎだろ。大丈夫、今日はね、とっておきの秘密道具があるので。秘密道具、まさか。己が想像しているような中二的なアイテムじゃないから。これよ。こんにちは、ウーパです。正確にはこの端末に接続したコグニティブコンピューティングですが。コグニ…こいつの手助けを得ようというのか。はい、私がサポートします。用意すべき食材、調理方法、これなら大丈夫なんじゃね。など細かく指示し、皆様の後ろめとなります。わかった、信じよう。ウーパー、いや、コグニティブコンピューティングや。女子とマユリに見事、完璧な料理を作らせてみせろ。なんでそんなに偉そうなんだ。それはね、オカリンだからだよ。それではまず、唐揚げのレシピを表示いたします。鶏のもも肉、小麦粉に片栗粉、あとは下味にお酒とお醤油と。早速準備しましょう。うん。で、なんだこれは。牛ひき肉、チョコレート、アプリコットピューレ、小麦粉、卵、バナナ、他などなどですね。唐揚げとは全然違うではないか。これはひどい。必要な食材がラボになくって。だったら買ってくればよいではないか。でも不思議よね、片栗粉もないのにアプリコットピューレみたいなレアな食材があるなんて。一体誰が…え？って橋だ。こんなこともあろうかと、もしかしたら僕にガールフレンドができてラボで料理することがあるかもしんねっしょ。橋田の妄想は置いておくとして、さすがにこの食材から唐揚げを作るのはどんな理論を用いても無理か。いや、だから買ってこいって。では今ある食材で何が作れるか考えてみましょう。すごい、そんなことできるの。お任せください。できました。完成よ。これはチョコレートブリトーです。なんか見た目は悪くないと思うでしょ。オカリン、ダル君、味見してみて。ふん、いいだろう。お前たちがこんなにも努力したのだ、俺も覚悟を決めよう。ダル、お先にどうぞ。ちゅ、そこまで言っていて僕に振る。お前、さっき見た目は悪くないと言ったではないか。オカリン。そこまで嫌がられるとね、マユシーは悲しいのです。わかった、食べればいいんだろ、食べれば。うまい。当然でしょ、ビビりすぎなのよ。俺だ、どうやら俺は幻でも見、いや、味わっているらしい。ああ、これが機械による罠である可能性は高い。全く素直じゃないな。ウーパさんのおかげだよね。え、うまい、このうまい。付き合いきれない。もう勝手にすれば。ああ、助手の指図など誰が受けるものか。私は助手じゃない。じゃあね、一人で帰る。俺も帰るか。ご用件は何でしょうか。ラボまでのルートのナビゲートを頼む。ああ、できれば助手と鉢合わせにならないよう。かしこまりました。コグニティブシステムに接続して最適ルートのナビゲーションを行います。お願いね。本当にこっちでいいのか。俺は秋葉原のラボに交通情報などを分析した結果となっています。いつもより心拍数が高めのようです。駅を降りたら少し散歩します。
そうね。私、遠回りして帰ってきたのに。俺も乗り換えたり歩いたりかなり時間がかかったはずなんだが、もしかしたらおせっかいなナビの仕業かしらね。かもな。これ別にあんたのためにもらってきたわけじゃないけど。この程度で機嫌を直すとは実にちょろいな、クリスティーナ。ああ、はいはい、私に置いていかれてしょんぼりしてた人には言われたくありません。まっ、この俺がいつそんな顔をしたというのだ。さっきよ、さっき。してない、断じてしてないぞ。オカリンおじさんもダルおじさんもいつも同じ服着ていて不潔です。なるほど、そこまではっきり言われたら傷つくわね。ああ、僕らが何をしたって言うんだ。そもそも服装ごときで家賃の値上げとは。とは言ってもね、実際のところ清潔には見えない。夏なのにいつもストッキング履いてムレムレのマキセ氏に言われたくないっつーの。誰がムレムレだ、私はちゃんとしてる。あんたたちと一緒にすんな。ならばクリスティーナ、俺たちに小学生の女の子が見ても気持ち悪く思われないようなマットでクレイジーでコケティッシュでアバンギャルドな、そんな服をコーディネートしてみせろ。はあ、いや、ぶっちゃけもうよくわからないのでよろしくお願いいたします。いたします。ではコグニティブシステムに接続してナビゲーションを開始します。お願いね。服装のコーディネートもナビできるのよね。はい、その人の趣味、生活スタイルなどから最適だと思われるものをチョイスします。始めて。まずは端だから。では着バリエーションの投影を開始します。エントリーナンバー1番。なんぞこれ、雰囲気です。エントリーナンバー3番。以上です。橋だ、あいつもしかして私が知らない予想外の趣味を持ってるのかしら。次、岡部。はい、エントリーナンバー1番。デロ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 デデ。でもあんたの決め顔はちょっと見てられなかった。なんのこっちゃ。まあ、これはこれで女子から抱きついてきてもらえるかもなのでありだけど。ポジティブだな。では次は岡部さんです。これでは新人サラリーマンにしか見えんではないか。マトな雰囲気がどこにもない。そんなもんいらんわ。とは言いつつ確かに何か足りないような気が。おお、でかしたぞ助手よ。これこそやはりマッドなサイエンティストの戦争。これでもう二度と不潔などとは言われまい。そうよね、やっぱり岡部は白衣じゃなくっちゃね。なんぞこの茶番。いえいえ、皆様が満足するのが一番良いのですね。
ではこれより第140回円卓会議を開始する。どうやら俺たちはついにラグナロックへと誘われる可能性が。今回は新しい未来ガジェット研究所にはどのような物件が良いか検討する会議となります。なんでこいつがいる？岡部の話は脱線が多いし長いのよ。だからこの子に司会進行役をやってもらう。皆様の会議を円滑に進めるべく。何様のつもりだ！この俺を狂気のメディサイエンティストサーバーリンキャラとしたら。そういうところよ。もしもし俺だ。助手が反旗を翻した。いや分かっている。裏切り者には。本題に入りましょう。新しいラボってどういうこと？よくぞ聞いてくれた、マユリ。いいか、これは最大の実験による度重なる騒音のためにオーナーである天王寺様から契約を解除すると通告がありました。そんな。つまりここを追い出されるってことね。はい、そこで皆様が新しいラボに望む条件について伺います。それをもとに予算と折り合いをつけて最適な物件をお探しします。少し俺はミスターブラウンの脅しになど。どうかで真面目にやって。俺はいつでも大真面目だ。おいおい、新しいラボにはエアコンが欲しいけん。ここ暑いもんね。大いなる破壊衝動はこの地獄のような暑さだからこそ。橋田さんのパソコンには致命的です。橋田さんのパソコンのスキルを存分に発揮するためには夏はエアコンが必須でしょう。その通り。初めてラボで僕の話を理解してくれた人がいたお。私はもっと清潔なところがいいわね。ここは埃っぽいから。このアンダーグラウンドな雰囲気こそマッドサイレンでしょ。毎日寝泊まりしている岡部さんのためにも清潔な部屋の確保は大切です。そうだよオカリ。ただでさえ不規則な生活を送ってるんだから。そういうマユシはなんか希望ないん？マユシはスーパーが近いと嬉しいな。実験用バナナを素早く調達できるというメリットもあります。でも条件に見合う物件となると家賃も跳ね上がりそうね。以上の条件から一軒の物件が該当しました。来たー。どんな物件かしら？ただいま物件を投影いたします。ドキドキするね。おい、勝手に話を進めるな。どれだけ否定されようと俺はこのラボを明け渡すつもりなんてない。なぜならここはなかったことにしてはならない思い出がたくさん。ここは予算や様々な条件を判断した結果、ここが最適の物件となります。そっか、やっぱりそうなっちゃうよね。ま、こんなお得物件他じゃ絶対見つからんし。そうね。それになかったことにしてはいけない思い出がたくさんある場所だしね。オカリン、ロマンティストすぎだろう。常識的に考えて。オカリン、オカリン、あのね、マユシーもこのラボが大好きだよ。すではこの俺の計画通りに決まっているだろう。このウーパだって俺が仕込んだのだ。お前たちは俺の手のひらの上でまんまと踊らされていたに過ぎないのだ。ウーパよ、これより貴様を誰に代わってマイフィーブリッドレイトラムに任命する。お前の使命はミスターブラウンをうまく丸め込むことだ。わかりました、全力でサポートいたします。よし、では俺と共に来い。はい。ねえねえクリスちゃん、あの二人いいコンビだと思わない？どうだか。さあお前も笑え。